どうも、イズログです。今日は4月11日です。昨日、おとといと、なんか風邪のような症状だけど、まあ今日全快したんで、ずっとね、頭痛がすごい激しかった。インフルエンザほどじゃないけど。なんで、今日は開封の儀でございますね。ちなみにこれは去年、でね、初年、去年買った破竹除用のやつね。はい。まあちょっと今日は、開封の儀ですね。パーティーグッズなんて買ってねえんだよね。パーティーグッズなんてさ、買ってないんだよ、マジで。なので、ちょっとパーティーグッズって何なの？というのは。そんな頼んでもいないものをなぜ来たのかという疑問があるんで、ちょっと開封してみましょうか。ラバン。開封の儀。なんだこれ。ああ、あ、とうとう買いましたね、これ。アイカメラです。目線をここに固定して、手元を見れるようにするやつ。これが欲しかったよね。これは？あ、ケースか。ヘッドワイヤレスビデオカメラを買うと、これケースついてくるんだね。パーティーグッズなんだ。しかも、不燃物って書いてあるぞ。ゴミの区分まで書いてある。なんて丁寧だっけ。はい。で、次はこのアマゾン開けていく。なんじゃ。開封のに、よいしょっと。佐川。佐川。わわわわ。はい。きたー！ブラッケンデカ。はい。二つ目です。去年、丸ノコかな？なんかね、ブラックアンドデッカーって、なんか接触不良なのか、初期不良の状態っていうか、多分、仕様の状態なんだと思う。電撮りのスイッチをこう入れるじゃん。そうするとね、モーターのところでこう光るんよ。なんかもう、そもそもショートしてるもんなんじゃねえのっていう感じで、疑問を感じつつ、去年使ってたんだけど、丸ノコのアパッチ使ってて、確かね、節かなんかを切って、ブイーンガツッとか言って止まったんよ。で、そしたら、光がこうパチンって弾けて、そんでね、死んだ。モーターがショートした。でも、もともとショートしてたんじゃねえのと思う。で、ブラックアンドデッカーもなんか、品番、一番最初に出たやつよりも品番が変わってて、なんかその、不具合とかを、あれだって、ちゃんと改善はしてるらしいよ。だから、多分今回は、そんなに、やわじゃないようなことを祈るんだけれども、まあ他のアパッチ使えるかな。まあここら辺が微妙ですが、はい。まあ開封の儀。こんな感じで、ぼちぼち、必要なものも揃えてきて、はい、じゃあ次は、コンクリート練りましょうか。あと、アマゾンで買ったヘッドライトっすね。超強力ロングショット。USB バッテリー式です。乾電池ね、邪魔なんで。まあ、これも買いました。なんでかって言ったら、屋根の裏とか、まあ、今後、2軒目、3軒目、家買った時に必要だし、まあ、あとヘッドライトも、ちょっと奮発して、ごっついのが欲しかったので、ヘッドライトなんて何年ぶり？大学3年生ぶりに買ったよね。
だからもう大学さん21の時だから16年前か。16年間ヘッドライト新しいの買ってねえわ。で、まあ、まだ使えるんだわ。16年前のあの LED の単4のやつ。でもまあ、あれは車の車内用の明かりになり下がったので、まあこれも行きますわ。これで行きます。これ期待大だけどね。かなりいけると思う、これ。まあ早くやってみたいね。開封の儀。よいしょ。箱の中に箱。何これ？グラインダーかな？コードレスグラインダーですね。まあ、むしろこれが来ないと話にならにゃーいというわけですね、今日の作業は。じゃないと、悪さをしている、なんだっけな、基礎のところになんか草が生えてて、それがね、あれを、草の根っこが貫通したわけよ、基礎の中で。で、その貫通した根っこっていうのがどこに来たかっていうと、束石とかがある床下に来てるわけで、あれを、おお、素晴らしい梱包だ。生えとこう、塞がないと、あれが止まらないわけよ。雨が降るたび入ってくる水の浸水が止まらんっていう話ですね。はい。リチウムエレクトリカルツール。あ、ちょっと視点がぼやけてんな。光量か。で、これはですね、Bluetooth イヤホンですね。Bluetooth イヤホン。いや、ダメだな、もう、光量の問題か。まあ、光量足りずで。Bluetooth イヤホンがあり、じゃあ、この佐川の箱を開けてみますか。はい、どうも、伊藤です。まあ、今回は、まあ、そんなにナレーションは入れませんでしたね。まあ、単純に、必要だなって思ったものを取り寄せて、まあ、それが来たので、開封の儀しました。で、特にヘッドライトとウェアラブルカメラ、これ、でかかったですね。で、まあ、あと、まだウェアラブルカメラの動画はアップしてませんけど、やっぱりね、ウェアラブルカメラの欠点として、容量の大きい 120GB のメモリーカードを入れれるくせに、バッテリーが全く持たないってとこですね。だからまあ、ここら辺どうやって付き合っていこうかなっていうのが課題かなって思います。まあ、とにかくオープン目指して頑張ってるよい、バイバイ。